本日もエクサルビーリップルのチャート分析をさせていただきたいなと思います。現在時刻ですけれども、8月1日午前6時49分、YouTube 録画しております。まずアメリカ市場ですね、こちらを振り返っていきたいと思うんですけども、アメリカ市場大幅に上昇しております。ニューヨークではまず315ドル高ですね、それからナスダックも大幅に上昇しまして、228ポイント高で引けてきております。先物もね、日経先物高いですね、153上がっております。それからまずオイルですね。こちらの方が 98.3 ということで、ちょっと100に近づいてきているので、ここはちょっと警戒感を持っておくべきかなと思います。金先物もこじっかりで 0.85%、こちらは下落になっております。それからビックス数ですね。こちらの一番下の方に見える青い、マークがついているところなんですけども、こちらが 21.3 まで下がってきているので、これがですね、結構株式とか仮想通貨に追い風になっているような感じです。4.48% 下落なんですけれども、ここがまたですね、25とか30に向かってきてしまうと、ちょっとですね、株式とか仮想通貨がボラタイルな相場展開になって荒れたりすることがあったりします。それから下がりやすくなりますので、ちょっと警戒感は怠らず、ここをしっかりチェックするようにしてください。それではビットコインはどんな感じなのか見ていきましょう。ビットコインはですね、今日315万円ということで、ちょっと下がっちゃってるんですかね。少し下がってるような感じで動いているようです。それからイーサの方も22万7千円ということで、23万円から見ると少し下がっているのかなという感じで、まあ、こちらこじっかりという感じなんでしょうかね。それではリップルはどんな感じなのか皆様と一緒にしっかりチェックしていきたいと思います。こちらが本日のリップルになります。51.6 ということで、昨日からあまりね、変わりがないのかなというところで、ちょっと陰線がね、最後に出てきてしまっているので、ちょっと利確に少しね、合ってるんじゃないかなというところになってます。それから RSI なども見ていきたいと思うんですけど、MACD もちょっと下抜けしてるような感じなんですかね。ちょっとあんまりいい動きではないかなというところで、RSI も下落して40に今近づいてきているようです。直近の動きを追っていきたいと思うんですけども、あんまり昨日からね、動きがほとんどないんですね。昨日午前中の10時の段階とほとんど同じぐらいの水準まで今下がってきているので、ほとんどちょっと値段の方が煮詰まってきているような感じで、ちょっと大きくね、どちらかに動きそうな感じに見えるんですけども、今ですね、ただ 49.3 の方にちょっと向かいつつあるのかなと、下落の方にね、ちょっと舵を切る可能性があるので、この辺でまた反発してくれればですね、54円ぐらいまで戻せるんですけども、今はですので、49円から 53.5 円ぐらいの中で、短いちょっとね、こう、レンジでね、動いてるんじゃないかなというところで、ちょっと今日相場全体が、まあ、若干弱含みというところもありますので、49の方に近づいていってるように、チャート的には見えます。ただ、リップルはね、これ、見ていきますと、7月の末ぐらいからちょっと人気化していまして、少し値段の方がですね、だいぶ戻ってきたんですね。44円ぐらいだったんですけども、それが 53.9 まで戻したということで、まあ、10円ぐらい上がってきたということなので、当然利確の対象には今なっていると思うんですよね。ただそれでもですね、リップルのこの注目度はかなり高いというのは変わっておりませんので、ここに期待してまた54円突破していくんじゃないかなと個人的には思うんですけど、ちょっとチャート的には今日は49円の方に向かいそうな感じに映っております。はい、ということで、早朝のリップルですね。今のところあまり動きがありませんが、日本の株がそろそろ始まります。あと、だいたい約2時間ぐらいですか。2時間ぐらい、そうですね。7時間、2日間、2時間ぐらい経つと始まりますが、そこからどうなって動くのか、展開されるのか。おそらく日本の株はですね、少し高く始まるものが多いと思うんですけども、そこで高くね、始まったものをしっかりキープできるのか、それともね、高値掴みというかね、高値で始まって安くなっていってしまうのかという形になるのか、ちょっとですね、微妙な感じではあります。ちょっと若干高くなって安く終わりそうな雰囲気が出てきているので、警戒感は強めておいた方がいいかなと個人的には思っております。はい、ということで、今回リップルのチャート分析いかがだったでしょうか。皆様のご意見もぜひね、お待ちしております。コメント欄よかったらご自由に使っていただいて構いませんので、皆様のご意見もお待ちしております。それからチャンネル登録ですね、まだの方はぜひこの機会にしていただいて、見逃さないように一つよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回はリップルのチャート分析、最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。